チャボ・ゲレロ・シニアは、アメリカ合衆国のプロレスラー。テキサス州エルパソ出身のメキシコ系アメリカ人。父親のゴリー・ゲレロ、弟のマンド・ゲレロ、ヘクター・ゲレロ、エディ・ゲレロ、息子のチャボ・ゲレロ・ジュニア、名のシャウル・ゲレロもプロレスラー。メキシコ及び、アメリカで活躍した名門・ゲレロファミリーの一員で、ゲレロ4兄弟の長兄にあたる。1970年9月28日。 テキサス西部のアマリロ地区における地元エルパソでの工業にてデビュー。前職は高校の体育教師とされ、デビュー後の数年間は掛け持ちでリングに上がっていたとも言われる。当初はゴリー・ゲレロ・ジュニアをリングネームとしていたが、ほどなくしてチャボ・ゲレロと改名。前座試合に出場してキャリアを積み、1974年には若手時代のスタン・ハンセンともタンクを組んだ。 1970年代中盤より、メキシカン人口の多いカリフォルニア州のロサンゼルス地区を、主戦場にベビーフェイスのポジションで活動。1975年から1980年に、かけて、アーニー・ラット、ロディ・パイパー、ザ・ハングマン、ドクター、ヒロータ、ドリー・ファイク・ジュニア、テキサス・レッド、パッド・パターソンらを破り、フラッグシップタイトルの NWA アメリカス、ヘビー級王座を、 通算16回獲得した。1977年2月11日には、アルフォンソ・ダンテスを下して NWA 世界、ライトヘビー級王座も獲得し、体感中の4月8日には、ハーリーレースの持つ NWA 世界ヘビー級王座に60分3本勝負で挑戦。1本目を選手した後に時間切れとなり、ドローの裁定が下されて、タイトルダッシュは果たせなかったものの、 スコアの上では勝利を収めた。レースの NWA 王座には1980年1月25日にもロサンゼルス地区のトップコンテンダーとして再挑戦している。日本へは1975年7月、アマリロ地区とのブッキングルートで全日本プロレスに初来日。1978年6月からは当時ロサンゼルス地区と提携していた新日本プロレスの 常連外国人選手となり、ジュニアヘビー級戦線において、藤波辰美と交想を繰り広げた。1980年10月3日、新日本プロレスのリングで、木村健吾から NWA インターナショナルジュニアヘビー級王座を奪取その後アメリカで防衛戦を行い、1981年2月27日に、テキサス州ヒューストンで、 ジノ・ヘルナンデスに王座を奪われるも5月22日に脱回している。同年8月より王者として全日本プロレスに移籍したが、1982年3月7日、ノースカロライナ州シャーロットにて、大タたツ氏に敗れて陥落。1983年、大ネタの負傷によるタイトル返上後、5月26日のトーナメント決勝で、 ウルトラセブンを下して王座に返り咲き、翌1984年2月26日に、マイティーの上に敗れるまで退官した。以降は、アメリカ南部を転戦、1984年7月14日に、フロリダにて、弟のヘクター・ゲレロと組み、バリー・ウィンダムマイクロ・トンドから、US タック王座を奪取した。1985年9月29日には、 サイアントニオのテキサスオールスターレスリングにて、テッドデビアスを破り USA ヘビー級王座の第二代王者となっている。1988年からは、ヘクターやマンド・ゲレロと共に、末期のアワに登場、パッド・タナカポール・ダイヤモンドのバッド・カンパニーが保持していたアワ、世界タッグ王座に、たびたび挑戦した。以後、WWF の全米侵攻の余波で、 アメリカマット界のテリトリー制が崩壊したこともあり、活動の拠点をアメリカからメキシコに移し、1992年秋には、ルードのポジションで AAA に参戦。1990年代は SWS や O、ムガなどに来日した。1990年代後半より現役を一時、引退していたが、2004年になって、チャボクラシックを名乗り、 WWE のスマックダウンに登場。これはそれまでタッグを結成していたエディ・ゲレロとチャボ・ゲレロ・ジュニアのロス・ゲレロス解散後の構想ストーリーに絡んでの登場で息子側についてエディと構想した。試合にも時折出場し2004年5月20日にはチャボ・ジュニアスパイク・ダットリーとの3ウェイマッチを制して WE クルーザー級王座をダッシュしている。 WWE には、同年6月まで出場した。2007年4月には、ムガワールドプロレスリングが主催した、チャボゲレロ日本引退シリーズに来日、藤波達次との久々の対戦が実現した。2016年8月26日、リハ有明で行われた、ファイアープロレスの旗揚げ戦に、来日、かつてのライバル大仁敦氏とタンクを組んで、ノーロープ優秀戦&、 バリケードボードストリートファイトデスマッチに出場した。2017年2月11日、肝臓癌のため68歳で死去。ありがとうございます。